ました。浸透したら自分の中のイメージがあって、例えば今色の人もそうだし、復興作業員の方が朝通勤の途中に、あ、登りあるから今日カフェやっていこうかなって、朝コーヒー飲んで、そう、今までだとセブンイレブンとかの、ね、100円の買ってこう飲んでいくじゃないですか。それを朝カフェでやりたい。だから朝カフェのなんか登りが立ってたら、あ、今日寄ってみようかな、時間あるから、で朝ちょっとみんなでこうやって雑談とか、たわいもない話をして、じゃあ今日も頑張っぺーみたいな風に、なんかそんな風に繋がったらいいなって。いやー、ラーメンですか？いつも通りの味でした。いつも通りの味、そう、だって目の前だから来るよね、よくね。毎日食べてはないけど、いつも通りの味で美味しかったです。それはやっぱり、やっぱ混ぜそば、混ぜそばの中辛が美味しいです。皆さん朝から、お集まりいただきましてありがとうございます。今回広野町朝カフェの会ということで第2回目を開催させていただきました青木と申します。皆さんよくランチとかディナーとかって気軽にできるんですけど、意外と朝ご飯一緒に食べようとかってなかなかないですよね。自宅で食べることって多いと思う。で、実はある東京の方が、最初3人で、じゃあみんなでご飯食べようか、朝ご飯食べようかっていうところから始まって、それがですね、口コミでどん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 広まって、今なんと海外でも行われています。で、なぜそれが可能になったかっていうと、実はルールが非常にシンプルで、これ会って書いてあるんですけど、別に参加費とかないんですね。で、何か登録しなくちゃいけないかっていうと、そういうこともなくて、実は誰でも参加できる、自由に参加できる。で、会費も一切かかりません。ですから今こうやって皆さん来ていただいてますけど、本当に水飲みに来たっていいわけですよね、はい。で、朝のこうひとときをみんなでこう過ごしてもらって、で一日を楽しくハッピーに送りましょうなんていうところから、朝カフェというのが出来上がっています。で、私も今震災後広野から会津に避難して間もなく6年になるんですが、あいつで朝カフェに出会って、で、そこでまた偶然にも、朝カフェの方一番最初に作った方とお会いすることができて、話を聞いて、これ広野でやりたい、明日からやっていいですかくらいの話をしたら、ぜひやってっていうことでこれもらったんです、チキチキに、はい。で、去年の11月に初めての1回目の開催をさせていただいて、でその時にも集めることが目的じゃなくて、集まること、自然と集まる場所になればそれでいいんじゃないの、だって強制力はないんだもん、みんなの自由じゃんというところから、最初一人でもうやろう、そんなつもりでいたんですが、あれよあれよと人が集まってですね、前回は17名ほど集まっていただきました。で、今回もですね、そこにこう勝るぐらいのこう、人が参加していただいたということで、本当に感謝申し上げます。で、今回この2回目ということで、私が住んでいる会津では喜多方の方で朝にラーメンを食べるという文化があるんですね。で、その朝ラーなんて言われてるんですが、今日実はここのマスターが私の同級生でして、で普段こここの時間食べれないんですけど、8時から無理言ってこの会場に限定で開けてもらって、はい。で、今こうやって皆さんにお集まりいただいた形になります。思いとしては広野町民ならず、いろんな方がですね、このプレートがあった時に、あ、なんかちょっと寄ってみようかな、なんかコーヒーでも飲んでから会社に出勤しようかな、そういう会に今後はしていきたいなって考えています。また第3回、今もう話が大体決まってですね、浜街道整備が終わりました。なので防災緑地を使って朝日の出を見ながら、朝海を見ながら、
コーヒー、飲める時間作れたらいいなって考えてますんで、また決まり次第、Facebook などで発信していきたいと思います。よかったらいいねしてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。ここでじゃんけん大会やりたいと思います。でじゃんけんで勝った方5名に朝カフェのバッジがありますんで、これをプレゼントということでやっていきたいと思います。よろしいでしょうか。はいですか、はい、最初はグーじゃんけんぽい。やったやった。おー結構いる。はい、はい、何残りました。はいはい、はい、1人とあと2人敗者復活やります。はいはいはい、バイバイ。お味はいかがでした。美味しかったです。よく来るんですよ。2012年の9月、はい、奈良浜町でやってたんですけど、ちょうどあの被災してしまって、一時期奈良浜町が避難区域に入っちゃって、で立ち入りが不可能な状態で営業できない状況になっちゃったの でどうにかこうにか知り合いとかに相談して、ここの場所を紹介してもらって再開しました。再開したばっかの頃はまだ6号国道が通行不可の状態だったんで、であの営業許可取りに行くのに相馬市まで行かなきゃならなくて、だから4時間ぐらいかけてこうすごい遠回りして、まだ高速もできてなかった頃だから、まだ昼間しか営業できてない状況なんですけど、まあ、いずれは営業時間もっと長くできるかなって思ってます。新しいこうつながりができて、みんなにとって有意義な時間が取れたのは素敵なことだと思います。